おはこんじるな。まずベースラボさんの新作が登場ということで、今回ご紹介するのはまずベースラボさんの新作パンテラポーションセットロングクローの3つです。でですね、今回の動画は発売前の先行レビューではございません。こちらもすでに販売開始されております。実はですね、まずさんのスケジュールの都合で今回急遽販売開始することになったんですね。でジルマが事前に購入する時間がなかったというわけです。でですよ、今回先行購入できなかったということで、なんとまずベースラボさんの方から新作アイテム2セット分を送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、そうは言っても、ただご購入受けてるわけにもいきませんので、これとは別に自費で1セットしっかりとジルマン購入させていただいております。そしてそんな今回のアイテム、久々にねしっかりと塗装しちゃいましょう。まあね、一部特にランタンなんかはね塗らなくていい部分もあるので、その辺は割愛させていただきます。まあでもその前に、まずはこの無塗装状態でガシャポンクエストと合わせてみましょう。いつもの机にレッツラゴー。はい、ということでこちら無塗装でガシャポンクエストに持たせた状態でございます。いや今回のね、何がいいって無塗装でも全然問題がないこと。まあ唯一ロングクローに関してはシルバーを吹いた方がそれっぽくは見えるんですけども、全然ねファンタジーの世界ということで、これはこれで個人的にありかななんて思います。むしろね闇属性で強そうまでありますね。でもってポーションは中で色分けされてるのでこれで十分だし、ポーチも塗ったら塗ったで見栄えはいいんですけども、黒のままでも特に違和感はありません。でもってカンテラ、もうこれに関してはね完璧ですこれねそのまま無塗装で十分だし、なんとね中の炎表現、これがしっかり色付きなんですよ。ほんとありがたいですね。ではそんな各種アイテムをしっかりと順番に見ていきましょう。まずはロングクローから。さあそんなロングクローなんですけども、内容物がこちら。ロングクローが2つにクローホルダー LR が1つずつでございます。そんなロングクローのデザインはスーパーシンプル。いやもうこういうのでいいんですよ。こういうので手に持って相手を切り裂く、ただそれだけ。まあ、ユーザーとしての注意点は先端が本当に鋭く尖っているので怪我をしないようにってとこですかね。そんでもってこちらはクローホルダー。このようにホルダーをベルトにつけて、さらにそのホルダーにクローをつける。こうすることで携帯が可能。そんな内容物とベルトの組み合わせにより、今にもホルダーからクローを取り出そうとするみたいな演出だってできちゃう。そしてそんなロングクローを塗装してみたので比較していきましょう。まあ、といってもね、今回の塗装は本当にアルミシルバーをぶっかけただけまあサイドとかにねちょっとしたこういう衣装がありますけども、そういったところも変にね金とかで塗っちゃうとかっこ悪くなっちゃうんで、逆に今回はね、実際手抜きとかじゃなくてシルバー一色が一番かっこいいんじゃないかななんて思った次第です。まあ、なので金属感が欲しければこうやってシルバーをぶっかければよし、逆にファンタジーっぽさを楽しみたいとか、あとね暗殺者にしたいとか言うんだったら、このね黒い無塗装のまま使ってもよしでございます。さてお次はポーションセット。いやこれねすっごくいい。ジールマンはこういうのめちゃくちゃ待ってた。まずはこのポーション用のポーチ、こちらに至ってシンプルな造形でしっかりとベルトにつけることも可能。まあもちろんそれだけじゃございません、ご安心ください。こちらなんと開きます。さらにそのポーチの中にポーションが入ります。こんな感じ。もちろん2本ともしっかり入るし、入った状態でちゃんと閉まります。でもってさらにさらにすごいのがここから、ぜひ見てってちょうだい。なんとですねこのポーション開きます。そして中身があります。まあもちろんこちら液体ではないんですけども、要はねコップの内側に色をつけてるだけではなくて、物が入ってるというのが大事なんですよね。これによってリアリティが段違い。しかも蓋を取るとポーションではなくグラスっぽくなるので、まあ水というわけにはいきませんけども、まあトマトジュースだとかなんかお酒だとか、そういったものに見立てることだって可能。でもってこちらも塗装したので比較してみましょう。まあ、これもねなんか難しいことは何もしてません。マホガニぶっかけてシルバー塗って金塗っただけまあやっぱねあんま下手にゴテゴテ装飾があってもかっこ悪いかなと思ったんで、非常にシンプルに仕上げました。
ちなみにこの蝶つがい部分はシルバーで塗っておりません。これね、構造上蝶つがいがありますが、もしこれが革のポーチだった場合に当然蝶つがいがないので色を統一しました。それからポーションの比較、まあ、これちょっと分かりづらいんですけども、右側が塗装したものといってもですね、色を塗ったんじゃなくて右側にはトップコートの光沢を吹いてます。こうやって近づけると透明度の違いがより分かりますよね。マズさんご本人も100均のネイルのクリア速乾性かなんかを塗って違いをご自身でポストされてました。ジールマンは普通のね、ラッカー塗料のクリア光沢を使っております。これに関しては本当にトップコートを拭くだけでめちゃくちゃクオリティが上がるんで、ぜひぜひやってみてください。ちなみにこちら均一にトップコートをかける際に、例えばこういったもので挟むと、その挟んでしまったところだけはかかりませんよね。なので今回ジールマンはこういったね、挟むものの先端部分に両面テープを貼って、その上にポーションを置いて吹きかけました。そして両面テープに直接塗装物を乗せるのはちょっと粘着力が強すぎるなと思う方は、両面テープの上にマスキングテープを置いてからこうやって乗せてあげましょう。さあ、それでは今回最後にご紹介するのがカンテラ。いや、これもね、めちゃくちゃ痒いところに手が届くアイテム、すっごくいいですね。で、内容物なんですけども、カンテラ本体、そして炎赤、炎黄色、そして火がついてない状態の裏蓋。じゃあ最後の右端何って話なんですけども、これちょっと説明させてください。こちらはカンテラの底面に入れる 3mm 穴のスペーサーとなっております。で、何に使うのって言ったら、ミライトを入れるためなんですね。まあ、ジルマンミライト持ってないんで画像を出させていただきますけども、こちらですね、要は非常に小型の LED ライトでございます。そのミライトをこのスペーサーの中に通して、さらにそれを底面から入れることで実際に光るカンテラにすることができる仕様なんですね。まあ、それでもね、ミライトそのものがだいぶ長くてはみ出ちゃうので、そのはみ出る部分が気になるという方は黒いテープを巻くとだいぶごまかせるそうです。でもって改めてカンテラを実際に持った状態、いや、これはもう完璧に冒険者、もしくはこれ夜回りをしている兵士でございますよ。そんなカンテラ、冒頭にも言いましたが、もうほとんどね、塗装しておりません。塗装したのはこの、はい、ガラス部分だけでございます。比較するとこんな感じ。右側がクリアを吹いた方、まあポーションと比べるとあまり大きな差はありませんが、気になる方は吹いてみてもいいかもしれません。あと塗装とは関係ないんですけども、この黄色と赤の炎の色の違いですね、これに関しては赤い方は光を当ててない時にリアルに見えて、黄色い方は光を当てた時にリアルに見える色だそうです。本当はもっと細かくライトを当てた方がいいんでしょうけども、ちょっとね、撮影環境的に難しかったんで、今このようにライトを当ててみてます。まあ、もちろんね、個人の好みはあるかもしれませんが、確かにね、光を当てた場合は黄色の方が自然だななんてジルマンも思いました。でもって最後は今回の商品を使って遊んでみました。まあ、ちょっとね、壁の高さが足りてないのは申し訳ないんですけども、まあなんとなくこうダンジョン探索の雰囲気を感じ取っていただければ幸いです。このようにポーチにはポーションが入っており、しっかりとした怪我の対策ができていて、暗いダンジョンを探索するためにカンテラ、強い敵が出た時のためにクロウで武装ということで、いや、もうこれはね、完璧ですよ。そしてそんなアイテムを販売しているマズベースラボさんのブース販売ページ、そして X へのリンクも概要欄に貼っておきます。実はこの動画を撮影している時点では、今ご紹介しているアイテム全て売り切れとなっているんですね。なので概要欄からブースのページへ飛んでブックマークしたり、あとね、 X でフォローをしてマズベースラボさんのその再販情報なんかを確認してみるというのが一番おすすめです。そうすることで皆さんのガシャポンクエストライフがより充実することを祈っております。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画、別の配信でお会いできることを楽しみにしております。それじゃあ、またねー。